久しぶりの投稿なんですけども、なんてことはない、ちょっと燃費を見ていただきたくて、久しぶりに投稿してみました。前回の、ですね、ガソリン満タンから大体350キロぐらい走って、大体12、3リ、12、3キロですかね、1リッターあたり12、3キロぐらいの値を出してましたね。冬場はの最悪でしたね。冬場は、暖気をしているので、基本的に暖房で、エアコン使ってるわけじゃない場合はそんなかからないはずなんですけども、真冬ですね。どれぐらいかかったかな、5、6キロですかね、リッター5、6キロぐらいの燃費でしたかね。で、今春先になって、基本的にオートエアコンは切って、走ってるんですけども、これで大体350キロぐらい、走ってます。で、北海道なのであんまり郊外ですね、市街地じゃなくて、本当に何もないところを走ってたりすると信号音がほとんどないので、非常に燃費は、この車サイズにしてはいいんではないかというところですかね。タイトルにもあったと思いますけど、ちょっと覗き込んでもらえば分かるんですけども、見えますかね。だいたい今これで平均燃費出てるんですけど、12.8ですね。だいたいこれぐらいは、出してくれましたかね。で、なんかたまたま今日はですね、えらく信号に捕まってましてですね、だんだん多分燃費下がってくると思うんですけども、あとこの後今ちょっとガソリン入れて、車重が重くなるので、さらに燃費が下がってくるんじゃないかなとは思ってます。とりあえずこんな感じですかね。ガソリン満タンにしたので、戻ってきます。特に何もないですけどね。この後ちょっと、車のカバーを変えたりしたので、車のカバーを変える動画もちょっと撮ってみようかなと思ってます。信号引っかかるんですよね。ちょっとショートカットしてきますか。さあ、ぼちぼち出発ですかね。これは GoPro を頭につけてるんですけど、割とあれですよね、見やすいですかね、運転してる気分になれる映像になってるかなと思ってます。ちょっとなんかカメラ上向きですかね。市街地というか、郊外というか、街中で信号のストップ&ゴーを繰り返していると、やっぱり燃費は落ちてきますかね。だいたい8リッ、あ、ごめんなさい、リッター8キロとかにまで落ちてきますかね。で、長い距離、走ってると13.5とか行きましたかね。しばらく信号とかノンストップで、オートクルーズで使って走ってるとだいたい13.5とかですかね。で、それで総じて平均すると12.8っていうのは、この350キロの走行の中で得られた記録なので、ここ1年ぐらいでは最高記録を更新したということで、ありました。他の方どうですかね。都心とか都会にいらっしゃる方はもうちょっと燃費悪くなるんじゃないですかね。私の場合は冬場と、それから夏ですかね、夏のエアコンをかけてる時なんかはもうガッと燃費は落ちてきて、リッターあたり10は切ってきますかね。やっぱこうエアコンが一番影響が大きいんでしょうかね。夏場なんかは特に、この車最悪で、ものすごく暑くなります。エアコン全開してもなかなか効きが悪くて、
特に後ろ後部座席なんかは全然効かないですね。冬は逆にですね、あったかいというか、まあ、暑くなるくらいあったかくなるのが早いですね。まあエンジンかけて5分もすれば、全然温まるので、最初の頃はあの遠隔エンジンスタートですかね、あのリモートスタートエンジンを入れようかと思ったんですけども、まあ、そこまでもいらないかなというところで、まあ、これで十分かなという感じでしょうか。というところで、まあ、しょうもない動画をちょっと上げてみました。一応この後、カバーをつける動画もちょっと撮ってみようと思うので、よかったらそっちも見てください。ではまた。